タップチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。ソカデンのゴです。キョシです。イエーイ、イエーイ、こんばんは。はい、はい、ということで、前回ね、サボってたね。いや、サボってないですよ。サボってないの。ちゃんとおめかししてお出かけしました。お出かけしてたの、はい、まあまあ、でもおかげさまでね、こっちもね、美味しいお寿司を食べれていい思いができたの。まあまあ、まあ、全然当てられてなかったですよね。ね、難しかった。ひどい。びっくり。サバって思って、掘り返さなくていいの。バカ舌なんだから。いや、すごいなって思いました。グルメそうな感じ出しといて全然ダメでしたね。ちょっとね、舌がまだお子ちゃまなんで。、はい、ありがとうございました。今日何やるんですか。今日はですね、前回なんか動画でもチラチラ私の悪口言ってたり、人のことしょうもないとか言ってたので、私が曲を持ってきました。お、イエイ。今日はですね、かくれんぼをしたいと思います。ほー、イエーイ。かくれんぼ、はい、はい、さっき草加店はパチンコ打たないチャンネルなので。チャンネル、確かに。また打たないんだね。もう、はい、またもう打たないです。まあ、打つ動画は野田店さんにお任せして、し、まあ、我々草加店をね、和気あいあいとね、はい、やっていければと思ってますので、はい、じゃあルール説明しましょうかね、はい、ルールはこちら。はい、というわけでかくれんぼ、ほうほうほう、かくれんぼなんてやるのいつぶりよ。いやー、わかんない、もう10年ぐらいやってないんじゃないですかね。ね、俺はね、30、いやそんな年取ってないし、そんな年取ってないし、なんなら最近息子と毎日のようにこう、もう強制的に勝手にかくれんぼ始まるから、強い、意外とやってるっていうね、ところで、はい、で、今今日まだ営業してない状態なので、ちょっとお店の裏側とかも皆様に見せればなと思ってます。なんか勝ち負けとかある？勝敗勝負する？勝負あり、ありですね。ありだね。はい、見れたら罰ゲーム、罰ゲームやりましょうかね。やりましょう。まあ、どうせ俺が勝つからまあいいんだけどさ。もう私対策してきたので。え、ずるじゃんそれ。いや違います、対策です。対策？対策と傾向と対策な。うん。さあ、というわけで、早速頑張っていきましょう。はい、それではレッツかくれんぼ。かくれんぼ。じゃあ先行後攻、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、はい、いきましょう。最初はグン、じゃんけんぽい。先に探します。先に探す、先に隠れます。先に隠れます、決まりですね。これ範囲はどっからどこ。範囲はもう総会議の方まで行っていいの。俺タクシーとかあって。ダメですよ。ダメだ、ダメ、やってるじゃないですか。パチンコエリアかスロットエリアの中であればどこでも大丈夫です。エントランスとか。あ、ダメです。事務所はダメ。ダメ、もちろんダメ。もちろんダメ。そうか、絶対トイレとかも絶対行く。トイレもダメ。もうダメか。天井とかも考えてはいたんですけど、ダメかな。ダメなんだ、はい、じゃああくまでそのフロア、営業フロアの中で、はい、了解しました、はい、じゃあ早速やっていきます。やっていきましょう。絶対に見つけるぞ。じゃあ、先行隠れていきます。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。3秒で見つけちゃう。行きましたね。何すればいいですか、最近の話。あ、じゃあ今回の対策、傾向と対策と傾向と対策についてちょっとお話ししようと思います、はい、まず多分そもそも結構坊さんって私のことバカにしてるんですよ、基本的に。仕事中もなんで、私身長低いから多分高いところ行けばバレないっしょみたいな多分思ってるんですよ。多分思ってるから、ちょっと私一発目でパチンコの島の上に乗るっていうか、高いところに全体見渡して相当見渡して、まあ、一個一個潰していくっていう感じで探して、絶対高いところいると思うんです。なんか高いところ好きそうじゃないですか。で絶対見つけられる、結構自信あるんですよね私。絶対高いところいるもん。すごい単純なんですよ。すぐ見つけちゃおう。全然手持ちカメラが慣れてない。さあ、5チームです。今から隠れていきたいと思います。一応ね、ヒントで写真を撮ってるっぽいっていうミッションもあるので、写真も撮りつつやっていきたいと思います。音でバレちゃうからね。今スロットですね、スロットの方に入ると、スロットの方に入りました。これは嘘です。はい、騙せればいいなと思ってスロットに入りました。本当はパチンコの方に隠れる予定です。クレンボなんてね、もうねやんないですからね。じゃあ私は、パチンコの方に隠
触れていきたいと思います。バレないようにね、ここから音立てないで。ついでに店舗紹介なんですけど、あそこのね、エントランス、ちょっとお蕎麦屋さんがね、今日はお休みなんですけど、麺どころ武蔵さん、お蕎麦、おうどん、すごい美味しいので、ぜひ食べてみてください。はい、パチンコの方に入りました。どこに隠れようかな。島の上隠れようと思ったんですけど、やめときます。はい、というわけでゴーチームです。パチンコの台の前にしてます。こんなところをどこに隠れるんだと思うかもしれないですけど、ここ実は隠れるところがありまして、知る人ぞ知る秘境へ行っていきたいと思います。これは見つかんないよ。 OK です。よし、行きますか。はい、行きます。いいよ。よし、スタート。で、まずスロットから。スロットかな。でさっきも傾向と対策の時に話したんですけど、多分なんか私のこと小さいとかバカにして上にいそうなんで、上に行こうかなとは思ってます。これ私の声聞いてビビってありそうじゃない。まず上に登る方法なんだよな。すみません、今他の島上に人とかっていますか。いらっしゃいません。いらっしゃいません。はい、いらっしゃいません。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。上にはいないそうです。どこだろう。どこだろう。やっぱ私の声聞いて逃げてるとかないですよ。パチンコかな。なんか面白いですね。隠れも楽しい。制限時間15分らしいんで、ちょっと測り忘れちゃったけど。来た、声出す。声出す。見つかんないと思うんですけどね。ここの台が開けられたら終わりです。この台、それ以外は見つかんないです。声がする、声がする。イーゼルの中とか、ああいう間とかに意外としょっぽいぴったりしなかったり。ゴーさん体柔らかそうだな。変なところ入ってきます。見つけた。ないです。ないですね。どうしよう。もっと頭をひねった方がいいですよ。どうしよう。パチンコ行きましょう。パチンコ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 。でもスロットは多分いないです。スロットは多分いない。隠れる場所がないから。どうせ上。どうせ上。なんでちょっと高いところに登ろうかな。忍者になった気分ですね。声はしますが、まだ見つけられてないですね。暇だな。痛いし、玉、下に足痛いで、床に玉が散らばってて、すごいなんか痛いで、強めの足つぼになって痛い痛い。江戸時代の拷問みたいになってる。痛い痛い。早く見つかってもいいかもしれない。これ実はちょっと私が隠れようと思ってた場所があって、隠れないんですけど、こん中いませんでした。どこだろう。多分でも上だと思うんだよな。上でね、端っことかにいる。
んじゃないんですか。私が隠れようと思ってた場所、そこに。扉が開いています。扉が開いています。扉が開いています。あそこに入れる場所があるんですよ。私あそこに入ろうと思う。でも絶対上だと思う。イーゼルの間だ。イーゼルの間だ。はい、こんにちは。これいたらびっくりしちゃいますね。え、待って、マジでどこだろう。え、喫煙所とかあるのかな。え、ないよな。え、凝ってる場所、え、1円はないと思います。特にやることもなく暇なので使えるかわかんないですが、チンコの裏側チェック、イエーイ。ちょっと解説していきたいと思います。これがパチンコの裏側ですね。見えづらいんですけど、ここに玉が供給されます。このビヨンビヨンみたいなのが通って、ここから玉が通って、船というところに玉が溜まります。そこからこの中を玉が通って、お客様の手元に転ぶ。これが液晶ですね。このでっかいのが、これ液晶取り外すこともできます。これが電源です。改めてやったけど、カメラ撮るのバカむずいな、これ全然伝わんないわ。ダメだこりゃ。こういうところは入んないから。いや、逃走中のハンターの気分。もう一回上登ります。さっきあっち登ったので、今度こっちにする。うわー、いなそう。いないのかな。帰っちゃった。めっちゃいる。めっちゃ近くにいる。耐えた、耐えた。
え、どこだろう。あと3分。はい。いや、無理だな。待って、わかんない。枠が開いています。もう秘密通路だった気がするんですけど、あと1分秘密通路がなくなってる。秘密通路がない。私の知ってる秘密通路がない。どこだろう。清掃機の中でおかしい。そしたらわかんない。枠が開いています。あ、ある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 。枠が開いています。あったのにいなかった。いなかった。え、結構希望だって。今の秘密通路にいないと。え、ちょっとサービスしてあげますか。さあ残り2分くらいということで、まだ見つかってないのでちょっと。台の電源落としてあげたいと思います。落としました。もう一回立ち上げます。音するんで。これバレるだろう。これやって気づかなかったらもうこんなポンコツだよ。気づいたな。バレない、バレてない、バレてないんだけど。もう一回、もう一回、もう一回落としてあげて。もう落としっぱでいいや。あっただろこれ。もう台の電源1台だけ落ちてるんで、もうパッと見で分かると思うんですよね。これでそう。やだー負けました。え、どこだろう。てか今気づいたんだけど、これ見つけてもらわないと俺出れないな。ねえ、これはめられたまであるな、これ。え、そういうこと？違うよね、これ。分かってるけど出さないみたいな感じじゃないよね、これ。もう探してるもんね。そうだよね、うん、これ出れないんですよ、これ。鍵表からしか開けられないんで。大丈夫かな、これ。最近YouTube ではめられてばっかなんで不安になってきました。気づいてるけど、これゴーこの中いるから閉じ込めとけみたいな。そんなバカな。人間不信になるよ。え、もうそういう感じじゃない。だってこれずっと台の電源落として絶対分かるのに。1台だけ変です。台見ます。あ、電源落ちてる。電源落ちてる。見つかった。じゃあカメラもらうね。ありがとう。え、これもともと下げてましたか。最後の全然見つからないから先の電源落としてあげる。
るか。うわ、嬉しい。え、あっちは見たんですよ。あっちは見た。なんかめちゃ音がしてるなと思って、はい、わざともう、俺を閉じ込めて出さないのかって不安になってさ。わぁ、ありがとうございます。悔しい。あ、ま、ちょっと代償でかいわこれ。すごい誇り。勝ったも当然でしょ、こんなの。見つけられる自信がある。絶対見つけられるもん俺。来たな。悔しい。いや、まあ、勝ったはいいけど、なんかここまでしなくてもよかったんじゃないかっていう。うん、これ、子供がやるやつだもんね、この汚れ方。大人はこんなね、くくれんぼで汚れちゃダメ。この後仕事するのに。うん、まあ、でもね、とりあえず、勝ったもんね。いや、まだ私のターンがあるので。蛍光灯対策失敗したの悔しいな。絶対上にいると思ったんですよ。え、上にいると思った？島の上？バカにされてるから、どうせ見えねえだろうって。いや最初だけちょっと考えたけど。あらー。さすがにさ。あ、でも惜しかった。本当に惜しいと思いませんか、私。ね。そう、なんかもうガシャ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 開けられて。周り。あ、もうこれやばい、くるくるくると思ったけど。あれ？来ないじゃんと思って。いや、もう時間に焦って一台一台開けるっていうのは考えなかったです。あ、じゃあ、たまたま見なかったんだ。たまたま見なかったです。ついてるわ。5分以内に見つける。次。5分以内。でも、任せてください。じゃ、行ってきます。LINE します。はい、ね。はい。いってらっしゃい。絶対に見つけられないよ。イエーイ。楽しそうだ。お疲れ様です。いや。そっか。まさかの同じところに隠れようとしてあったことで、潰してやった。多分ノープランだと思うんで、適当なとこ隠れると思うんで。もう瞬殺ですよ、こんな瞬殺。え、どこ隠れるの？スロットは多分隠れるとこないと思うんですよね。島の中入るって、パチンコしかない。パチンコしかないですね。スロットは台を外さない限りは入れないんで。どこ隠れるの？カウンターとかもある。楽しい。はい、こんにちは。まずはスロットにいるキャシーちゃんでございます。本日のメイクはこんな感じ。ですね、隠れる場所はパチンコにしようと思ってるんですけど、いやでもさっきの悔しいな。もうさっさと隠れちゃおう。写真撮って送らなきゃいけないっていうことなんで、写真を撮ろうか。はい、チーズ。もう超難しいところに隠れよう。はい、楽しい YouTuber 見たー、イエーイ。ストップウォッチ。 OK、 いきます。では、さあ行くぞー。目標5分以内。まず2分1なんですよね、パチンコかスロットか。一旦パチンコから行こうか。パチンコ来ました。さすがに同じところにはいないと思いつつも、一旦見ときます。さっきの僕が隠れたところなんですね。一応ね、いないと思うんですけどね。ここじゃなかった。さすがにいなかったですね。シマウエをじゃあちょっとついでに見ときたいと思います。いないですね。はい。良い子を真似しないでくださいね、これ。特殊な訓練を受けてますね、これ。さて、止まったな。ただ暗いところとか狭いところは怖がりで苦手だと思うんで、明るいところにいるかなっていう予想はつきますね。はい、こんにちは、キャシーでございます。カメラ大切にしないと。え、バレる気しないわ。え、バレるかな。てかここ暗すぎる。ちゃんも大きい声出すとバレちゃうかな。多分大丈夫です。でも15分って意外と怖いですね。バレちゃうかも。15分怖いの。ちょっとあとカメラ置きたいな。カメラ置きたい。私は腕が疲れてしまいます。え、めちゃめちゃ怖い。緊張する。多分他の存在知らないと思うな。なんか多分台とか開けられるとやばいなっていうのがあって、そういう時
飾って背面が段ボールみたいになってるんですけど、端っこだけ見てください。怖くられたら見えちゃう。結構怖い。なんか怖い。ただ罰ゲームどうしよう。罰ゲーム嫌だな。どうしよう、しゃがんでようかな。しゃがんでます。怖い。カウンターじゃない、ワゴンブースですね。あのドリンクとか頼めるところなんで、まあ、いないとは思うんですけど、一応見てみたいと思います。手隠れるスペースなかったですね。まあ、ぜひあのご来店の際はコーヒー頼めるんでよろしくお願いいたします。結構美味しいです。あの不定期なんですけど、あの新大陸会の日にはあの来店ポイント、1日1ポイント貯まる来店ポイントでコーヒーも5ポイントで取ることができますので、ぜひご来店の際はこちらよろしくお願いします。いやいや、もう大丈夫。ああ、もうやっぱ先輩はこれぐらいで余裕を持ってね。こちらパチンコカウンターですね。作れるところはないと思うんですけど、多彩な商品がありますので。いないですね。じゃスロットの方に移動します。スロットの方入ります。出演料ない。スマウェもやっぱこう、いやでもスロットは隠れるところ少ないと思うんですよね。なかなかないよね。スロットはないと思うんだけどな。トムケかね。トムケがってことは第一ヒントがいただけるパチンコやないかい。本当にすいませんでした。パチンコに戻ります。やっぱタバコ倉庫見とこう。あ、ほら人口生産発行してる。やっぱタバコ倉庫、これあのタバコとかの在庫を抱えてる倉庫。いないね。いないな。あれ、なんで電気ついてた。いないわ。いやちょっと巻かれてます今。喫煙所タバコ吸ってる。いない。いないんだけど。え、聞き込み調査してみようか。真面目に仕事してるんですよね、聞こえ。申し訳ないんじゃない。待って、いないわ。イーゼルの中とかね、いるかな。大体ですね、38分に連絡をして39分にスタートって言ってて、今が49分なので。あと5分ですね。ここで逃げ切れれば。タイだ、タイ。緊張する。ちょっと本当はもう見つけてる予定だったんですけど、4円パチンコのヒントをもらいました。ここの中にいる。あ、分かったわ。なんか声が聞こえるんですけど、ちょっと声めっちゃ聞こえる。ここにですね、隠し扉ございまして、中はまあ倉庫的な感じで使ってるんですけど、こんな中ですね。怖いのでも苦手だと思うんで開けてみたいと思います。それなんで分かったんですか。こうだった。全然こうなかった。今こうでも今こうだったと思う。こうだった。
簡単だよ。ピンクの弾丸が見つかっちゃった。私が隠れるところはですね、本日はこちら、ドン。見てください。ここにエヴァがあると思うんですけど、このエヴァの実は扉があるんですね。多分知らないですよ。私入っちゃう。ここに入って逃げ切る。逃げ切ります。では早速。でも一人で隠れられないんだよな、多分。動かさないといけないから。なんかちょっと手空いてそうな人いないかな。いないや。どうしよう、バレちゃうかも。バレちゃうかも。だけど、でも大丈夫な気がする。どうしよう、緊張してきた。ちょっと箱の数ずらしますか。ここにカメラ置いて。はい、入っていきます。この中ですね、あ、そういえば施設紹介なんですけど、本当はしようと思ってたんですけど、孫さんに任せようかなと思って、こんな感じで入っていきます。ここ鍵使わないといけないって開きました。中はこんな感じです。って見えるかな、箱とかが置いてない。失礼します。失礼します。こんにちは。うわー、鍵ついてるんですけど、鍵はかけないでおきましょう。いけないね、無理か。はい、隠れるのが完了したということで、 LINE をしたいと思います。まあ絶対見つかることはないでしょうということで。なんでわかったんですか。写真来たらここら辺で隠れられるエリア、ここしかないな。イエー、知ってたんですね。知ってるよ、そりゃ。先輩知らないに限ってます。知らないわよ。何回も入ってるから、俺も悔しい。実践かがやま終了。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。負けちゃいましたね。勝ちました。いや、悔しい、本当に。絶対バレないと思ってたんですけどね。言ってね、この総括って長いですから、さすがに大体のことは知ってますよ。ちょっと甘く見すぎましたね。舐められたもんですよ、本当に。楽しかったね。楽しかったです。手持ちのカメラなんて持っちゃってね。ドキドキ感がすごい。なんかね、思い出しました、過去の記憶を。ちょっと怖かったもん、ね、怖かった。ちょっとYouTuber感も。YouTuber感も楽しかった。忍者みたいなのかなと思って楽しかった。2人とも汚れましたけど。めっちゃ汚れた。考えてること一緒です。一緒だったね。連敗だね。しかし連敗ではないけど、なんか負け越してるよね。あんま勝ちゃうことじゃないけど。そうでしたっけ。そうでしたっけ。でも似顔絵じゃない、福笑いは負けましたけど。そうだよね、 UFO キャッチャー勝ってます。今回はあれです、罰ゲームはやっぱりなしってことで、私が持ってきたゲームなんでね。はい、するじゃん。罰ゲームなしということで。するだよ。で、次はリベンジするためにもうとっておきの施策があるんで。もう何何、それはもう楽しみにしてください。本当に視聴者の方も皆さん楽しみにしてください。施策があるんで、ちょっとじゃあ楽しみに待ってますかね。はい、このまま営業案内いきましょうかね。営業案内いきましょう。はい、はい、というわけで明日4月の11日は全館10時オープンとなっております。スロットが9時20分、パチンコが9時40分から抽選となりますので、お時間に余裕を持ってお集まりください。それぞれよろしくお願いいたします。また、今回パチンコが拡大係数機が増えまして、より快適にお客様にご遊戯していただきやすくなっております。スロットに関しましてはスマスロのバラエティコーナーが完成いたしますので、ぜひそちらもご意見とご挑戦よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ今回の動画面白いと思ったらチャンネル登録、高